小川村は、長野県にある村である。長野市と北安住郡白馬村のほぼ中間に位置し、その景観は、ふるさと新州風景百選、新州サンセットポイント百選に選ばれている。日本で最も美しい村連合の一つ。長野県上美の地郡小川村は、長野県北部にあり、長野市中心部と大町市、 白馬村を結ぶ長野県道31号長野大町線のおよそ中間に位置する。北側にある無思想山脈と南側のイカダ山脈がそれぞれ東西に走り、その間を西側の支流である土尻川が流れる。その川に向かって地形は傾斜して、数多い支流が深い谷を作って土尻川に流れ込んでいる。面積は58平方キロメートルで、 約69%を森林で占められている。土地は、年度室で、かつ、急斜面が多い。2005年、平成の大合併により、近隣の旧木奈佐村、旧都学士村が、長野市へ、旧宮佐村が、大町市に並行され、2010年には、旧新州新町、旧中城村が、長野市に並行され、現在の隣接自治体は、長野市、 大町市、白馬村となっている。村北部、標高約1000メートルの大洞高原には、60センチメートル反射望遠鏡を持つ小川天文台と、プラネタリウム館などの施設がある。道の駅小川一般国道県道道の駅路線バス、映画情報。公式、長野県観光サイトさわやか、新州旅ネット2019年8月28日閲覧。 ありがとうございます。